時はとにかくもう腹減っててね。いや、そんなもんじゃなくて、その空白をさ、宇宙の空白をね、もうそのまま飲み込んじゃったみたいな気分でね。うん。いや、最初はそのまあ本当に小さな、ドーナツの穴みたいな小さな空白だったんだけど、時間が経つにつれてだん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 大きくなってったんだよな、やっぱり。んでね、それがつまりその体の中になんかどん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 増殖していってさ、それで最後についに言い知れない虚無になったってわけだよ。早朝な BGM 付きの空腹の金字塔ってわけだ、これは。なぜ空腹感は生じるか。もちろんそれは食料品の欠如から来る。なぜ食料品は欠如するのか。しかるべき糖化交換物がないからである。それではなぜ我々が糖化交換物を持ち合わせていないのか。おそらく我々に想像力が不足しているからである。いや、空腹感はダイレクトに想像力の不足に起因しているのかもしれない。どうでもいい。神もマルクスもジョン・レノンもみんな死んだ。とにかく我々は腹を減らせていて、その結果として悪に走ろうとしていた。空腹感が我々をして悪に走らせるのでなく、悪が空腹感をして我々に走らせたのである。なんだかよくわからないけど、実存主義みたいだ。いや、俺もグレちゃうよ、と相棒は言った。言葉少なに言うとそういうことになる。無理もない。我々はもう丸二日水しか飲んでいなかったのだ。一度だけひまわりの葉っぱを食べてみたけれど、もう一度食べたいというふうには思えなかった。そんなわけで我々は包丁を持ってパン屋に出かけた。パン屋は駅前の商店街の四つ角にあって、パン屋の親父は白髪頭の50過ぎの共産党員だった。我々は手に包丁を持ち、商店街をゆっくりパン屋まで歩いた。真昼の決闘みたいな感じだった。歩くにつれてタンを焼く匂いがだんだん強くなる。そしてその匂いが強くなればなるほど、我々の悪への傾斜の度合いも深まっていった。パン屋を襲うことと共産党員を襲うことに我々は興奮し、そしてそれが同時に行われることにヒトラーは幽玄と的な感動を覚えていた。もう午後も遅かったので、パン屋の店内には一人しか客はいなかった。女だ。彼女の周りには危険な匂いが漂っている。
犯罪の陰に女ありだ。相棒は犯罪らしくなるなと言いたげだったが、僕は逆に彼女が出ていくまで何もするんじゃないと目で合図した。そしてパン屋に入り、パンを選ぶふりをした。彼女は気の遠くなるほどの時間をかけ、まるで洋服ダンスと三面鏡を選ぶくらいの慎重さで揚げパンとメロンパンをトレイに乗せた。しかしすぐにそれを買うというわけではない。揚げパンとメロンパンは彼女にとっては一つのテーゼに過ぎない。遥かなる極北である。彼女がそれに適応するにはもうしばらくの時間が必要だった。時間が経つにつれ、まずメロンパンがテーゼの地位を滑り落ちていった。なぜ私はメロンパンなんかを選んでしまったのだろうと彼女は首を振った。そして少し考えてからクロワッサンを2つそっとトレイに乗せた。新しいテーゼの誕生であった。氷山はわずかに緩み、雲間からは春の日差しさえこぼれ始めた。まだかよ。まあ待てよ。ババアもついでにやっちゃうぜ。パン屋の主人はそんなことにはお構いなく、ラジカスから流れるワグナーにうっとりと耳を澄ませていた。共産党員がワグナーを聞くことが果たして正しい行為であるかどうか、僕にはよくわからない。彼女はクロワッサンと揚げパンをじっと眺め続けていた。何かがおかしい。不自然だ。クロワッサンと揚げパンは決して同列に並べてはならぬように思えるのだ。ここには何かしら相反する思想があると彼女は感じたようだった。サーモスタットが故障した冷蔵庫みたいにパンを乗せたトレイは彼女の手の中でカタカタと揺れた。もちろん本当に揺れたわけではない。あくまで比喩的に揺れたのだ。カタカタカタ。やっちまうぜ。彼は空腹感とワグナーと彼女の振りまく緊張感のために桃の毛みたいにデリケートになっていた。彼女はそれでもまだトレイを手にドストエフスキー的な地獄をさまよっていた。この彼女の二者択一の基盤にはもともと揚げパンに対するイメージの偏見がある。特に裏若い普通の女の子にとってそれは確一的な幻想だ。彼女のトレイに極めて単純な完璧さが訪れた。クロワッサンが2個。はい、どうも。あ、おお。もしかしてこれが彼女の夕食の全てかもしれない。当世では痩せようと思って節食しついに餓死してしまう女だっているのだ。その時ふと思いついた言葉、ファシズムは民主主義である。はい、ありがとうございました。そして彼女は店を去っていった。
さて、次は我々の番である。とても腹が減ってるんです。おまけに一文なしなんです。なるほど。そんなにお腹が空いてんならパンを食べればいい。でもお金がないんです。さっき聞いたよ。金はいらないから好きなだけ食べればいい。いいですか。我々は悪に走っているんです。ということです。じゃあこうしよう。君たちは好きにパンを食べればいい。その代わりわしは君たちを呪ってやる。それでいいな。呪うってどんな風に。呪いはいつも不確か。バスの時刻表とは違う。おい待てよ、俺は嫌だね。俺は呪われたくなんかないね。おいあっさりやっちまうぜ。待て待て、わしは殺されたくない。俺は呪われたくないよ。でも何かしらの交換が必要なんだ。君たちワーグランは好きか。いや、いや好きになってくれたらパンを食べさせてあげるよ。まるで暗黒大陸の宣教師みたいな話だったけれど、我々はすぐにそれに乗った。少なくとも呪われるよりはずっといい。好きですよ。俺好きだよ。そして我々はワグナーを聴きながら腹いっぱいパンを食べた。2時間後、我々はお互いに満足して別れた。明日はタンホイザーを聴こうと主人は言った。部屋にたどり着いた時、我々の中の虚無はもうすっかり消え去っていた。そして想像力がなだらかな坂を転がり落ちるようにカタカタと動き始めていた。すいません。